その方に一回女房から追っかけるが、迷ったっちゃ迷ったっけ、もうすぐ空港に来たんだからば、うん、俺はお家からそこのグズダンアルヒアの神棚のグズダンアルヒアと泳いで、グズダンの神棚のね、2メーターくらいのさ棚さく使ってしばらく見よう、天井までこういう国に来たんだから、うん、それで一時は増えなかったんだけども、それ以上ね、そのうち外のガラスの壊れ倒れで、内側の人の倒れでだっけ、まだ増えてきたんだけど、天井までこれが増えてきた。ああこれで死ぬなと思って、これしたっけ、家が壊れたの、壊れたの、家がたまたま古い母屋の部分は古かったから土壁だったのよ、土壁さ、あの消しゴム板あったけども、その土壁はほら津波のあれで壊れ、溶けちゃったんだめな、溶けたで勢いまったべから、うん、ものすごいことだったてで、うちが壊れたんだよ。で俺は運よくそのままスッと浮いた外さ出たのね。ほんで泳い泳げから何も深くたっても、でもその直後にやっぱりがれきで挟まれて動けるようになったんだ。でその時もだんだん閉まってきてさ、押されて痛くてこのまま死ぬんじゃないかと思った。でもそれも運よくさ5分か10分挟まれたんだけども、津波の行方やったから解放されたんですよ。それで この近くにあったガーリキのとか柱だな、柱見つけて、最初は短いやつだったけど、だんだん3回くらい溶ける長いやつの方がいいと思って、取り替えて、まあ、適当な長さのやつ見つかったら肌開いてて泳いで、隣のうちの平屋が流されて、どこだか2階建てのうちが流れてきたんですよ。そこの影まで10メートルくらいだけど泳いで、だけそこにちょうど赤い車が浮いてて、そのバンパーさせてもらって、ちょうど川から10メートル足らずので、橋からも30メートル足らずなんだから、そこでうち俺の車が流れてるとかさ、よその車が流れてるとかさ、あといろんなものが流されてるのは、たまたま俺はその無事の陰りだから流されなかったんだ。んである程度収まったんだな、なんか星波が、はい、それでその辺りにたまたまその2階建て、長居した2階建ての2階の窓間に奥さんがさ、40前後の奥さんが顔出したから、すぐに俺ロープのやつ買ってたんだ、水深、その時もう橋の上かぶっちゃうんだ、クレーンに上を捨て立てねえ状態だから、で橋の上からかろうじて逃げて、あの厚見製材所の前の電子柱だけ使って5人助けてもらったの、うん、でその人たちに後から言われたんだけども、うんちゃん泳いでたよねって言われたの、俺の泳いじゃん、見たんだって、まあ、泳いでたあんだと思うな、時間的に早いですよね、うん、それで俺はその奥さんにロープ10分くらい探してロープ出て垂らしてもらって、その1階までたどり着いて、その1階からなんとか2階で登ろうとしたの。1階だってもう階段も何もない、流されてねえような状態だから、その辺だって、まあ、2階上がろうとしたんだけども、当時は84キロあって、女の人一人で引っ張ったって上がれるわけねえじゃん、うん、でそのうちだんだん体力もなくなって寒いし、結果的にはちょっと苦しくなったのは低体温だった、うん、ほんで苦しいし、この死ぬつもこういうことかなと思いながら、どっか怪我したと思って、こっちこっち見ても怪我らしいもんねえしさ、もう力も入んねえし、上さんがの諦めで、あのドア、あの冊子の6尺の冊子が中段あってさ、上がって冊子もガラス全部見えんだから、足絡んでたから落ちなかったけども、意識もニュースライク多分気圧の下がりだ、そんな状態で、うん、死ぬといけないもんだから、いろいろブツブツ言ったんだから、うちの奥さんさ、寒いのから奥の中に温かいお酒入るの、なんだろう、寒いってことずっと言ったっけ、
上からはヤッケだの何だの投げで起きたんだけど、まあ目の前さ、そういった手も出せねえやった。ほんでそのうちにかなりの時間経ってんだけど、本当はね、あのかなり潮引いたんだな、水温。どれくらいですか、そこまで。ここまで1時間半くらい経ってる、半くらい経ってると思うよ。だって俺2時間くらいに森に助けられたんだから。ほんでその時川向かいをスタスタとは、あの一人の人が橋の方に向かって歩いてたのが見えたんだよ。その人たも声も出されなかったし、あとあその前にもあったんだけども、最初の外に出て間もなくの頃は、橋のたもとにどっからか流れてきた2階、あの屋根の上から男の人上がったんだ、一人。二人で目と鼻の先だよ。あの見つめ合っても何にも声も出さないのさ、助けようも何も。うん、で遠くの佐向先生は亡くなったけども、あの脇あたりからは子供がいます助けてくださいって、おばあちゃんが、佐向さんの中から、いや亡くなかったんですか、あの脇あたりから。あそこは流されなかったんだけども、その子供がいます助けてくださいって100回200回くらい下げるや、みんな聞いてるんだ、その助かった人も。で最後誰も来ねえの、助ける人もいねえの、消防も何も役に立つのさっぱりなんて、悪くじだ悪くじがいだってどうしようもねえっちゃう。ほんでたまたま俺はその一階でまた軽落ちでくつかってだけ水位が下が、引き潮で下が、引き波に下がって、誰がいませんかって渥美製飯の社長が私の一つ下のあれが来たの、助けに来てくれたので、声はなんとか出せたから出して、その人に手引っ張ってもらって、でも寒くてもう動けなかったんだ、実際にどこで寝込むりなんだ、足はあの動かないしさ。でもなんともかんとか手引っ張ってもらって、励まされで橋を渡ってあそこの2階まで行って、どうするって言われて、着てるものスポーツシャツと発熱性のシャツと、あとは普通にズボン下とパンツ、あの発熱性のシャツだけ残して全部脱いでゴミ袋でパンツ作ってもらって、シャツも2枚ゴミ袋で作ってもらって、でここに行くかって言われて、そこ台もあの津波きつろだけのまさに2階、上には天井裏には最初に助け出した人いるよって言われたんで、そこまで行くって、なんとかそこまで行って一晩そこで過ごした。でたまたまそこの製飯の奥さんがしっかりした人で、布団もあったし、あとは製材所だから、その建材のなんだ発泡スチロールみたいなシールもあったり、あと毛布の薄いやつも1枚か2枚みんな渡されたから、なんとかそれで一晩、まずみんなでこれ、他の人たちは夫婦なんかもいたし、その人たちはもう身を寄せ合って寒いからは、で声かけてもらって大丈夫大丈夫って話で、でなんとかかんとか一晩過ごした。で夜中一睡もできなかったけども、おしっこが寒いから出ちゃう、ちょっともうしょうがねえから、俺はなんかさし窓から窓開けて屋根さんやったけどもさ、女の人たちもひたすら追い抜いたっていいかなって、あそこ長いから天井裏部屋の広い部屋だから先に起こせって大出庫したし、でちょうどずっと見てたっけ、後から思い出した、多分フローインだと、もう人たちが何人か屋根裏さん天井さん逃げ出した時にらしいけど、そのヘリコプターがさ来て、一つの見えるつが、一つるつがね、最初は斜めにやってるのが見えないんだけど、真下をやると影のように映るのよ、ヘリコプターのあれが窓に。